はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もブラックオプス3最終 DLC サルベーションの追加マップ、ラプチャーでキルコンファームドやっていこう。ラプチャーってマップ、この1個前にちょっとプレイしてみて、二足歩行型の兵器に歩兵が乗ることができて、それで敵を倒すことができるっていう、なんだろう、ワールドアットウォーの頃にあった戦車のようなものがいて、そういう役割の兵器がある、そういうマップキでルコンす。ファームド。今回管使っていこう。キルコンファームドだから敵倒してドッグタグを回収するってやつか。で、すでにマップ上にね、なんかもう乗り物がね、4つあるんだけどね、これ乗ることができるんだね、きっと。作こ戦れ多開分始。早者勝ちだよな。乗れるのかな。そうそうそう、この中にまず1台ある。これ、あ、乗れる。 なるほどね。こんなのありか、これ。 COD でこういうの乗るって、キルストリークぐらいでしかないんだけど、これで敵倒しちゃえってことか。すげえもっさりしてるけど、のそのそ歩いてって、そっちに行くと、ん？あ、ミサイルしか撃てないのか、これ。あ、そういうわけじゃない。あ、味方倒した。ちゃんとガトリング持ってるね。オラオラオラ、ミサイル、オラ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 。お、倒した倒した。こういう感じで倒していくのか。これ途中で乗り捨てることもできるのか。おっと、仲間、ほら、なんか銃声がちょっと分かりにくい。あ、壊れそう。あ、出れる、脱出。あーっと危ない。おーっと、スナイパーもいる。ドクタグゲットで。ほんとね、近接武器しか当たらないからさ、いい加減なんか武器をくれよ。アサルトライフルでも何でもいいから。ん？あれ？これどうなってんだ？この上行ける？あれ？高ない？高くない？降りて、なんか奥に敵側の方の乗り物がいたけど、ああ倒せない。カウンター UAV 長くないか。あれ、奪えるの、もしかして。あれ、何してんのかな。ドクタグ回収、 UAV オンラインでいただき もらっちゃったよ、これ。 これバンパー使っていこう。あ、スコアも逆転してる。あー、だけど遅いな、これ。 すげえ遅いな。月光の方がまだ早いよ、これ。 リスポン変わってるのか。敵いないな。あ、乗り捨ててあるやつ、ここにいるのか、ずっと。 おっと、いない、敵がいないな。向こうか。あ、ミサイル。2体いるのはちょっと厳しいんじゃないか。あって、オーバードライブで敵が。ああ、降りたか。降りよう。こういう兵器まで投資をしちゃうね、未来戦闘だよ。ちょっとマップ広すぎないか、これ。敵が見つからない。逃げる。ん？破壊したのか。ヘールストームで君に決めた。あ、ノーヒット。ん？あれ、死んでる。ボクシングにやられた。ボクサーにやられた。なんかね、ボクシンググローブがね、全員に配信されたから、近接マンが多いんだよね、最近。カウンター UAV よく使われるな。あ、ボクサー。
回収と。花屋レーターどこで使おうこれ。ああ、まずい。今のはガーランド。ガーランドもね、っていうのに当たらないしね。嫌なっちゃうね、本当に。アナイアレーター。タグ回収させてもらって。ほら、ん？後ろか。これローテンポなね、マップだな、これ。壊れてるやつは、壊れかけてるやつは壊れもしないから、しばらくこのままか、これ。逃げる。降りたか。ね、UAV バンバン出してくんないと敵を倒せないや。OK。さあ、タグを回収。さあ、勝ってるよ。ここはね、AR を使った方がいいかもしんないな。ここも登れる。うん、逃げる。いないな。ん？あ、誰も乗ってない。撃ったら敵に位置がバレるから。敵がいない。敵どこにいる。おった。ターグ回収。どっからリスポンしてる。これはガーランドいただき、ガーランドの威力どんなものかな。これサプレッサー付きのガーランドか。うん、いない。敵がいない。敵がどんどん遠ざかってる。とんでもない動きしやがる。あ、で、管の弾がもうない。ガーランドリロード。これ途中リロードできないから、そこが難点。おお、そこにいた。あ、敵がいたぞ、今。あ、乗り越えれない。待って、回収できないと。タグ逃げる。ああいうの乗っても動きが素早いから倒せないんじゃないの。敵オッケー。 UAV が来た。これどこ、いた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 。オッケーで、ガーランド回収。ドクタグ消えないな。どこにいる敵。ガーランドで倒せない。近距離管で行こう。さあ、敵がアナイアレーター。あ、あれ、もう時間が先に終わっちまう。ほら、あ、そっちにいる。これ先にキルする前にタイムオーバーになっちゃうな、これ。ゴーストにね、こういうマップもう一つあったんだよな。タイムオーバーになってしまうマップが。 OK、 終わった。ちょっとこのマップはどうなったろう。これはキリコンファームだからこうなるのか、何なのか。試してみれば勝ち目なんてないけど。
というわけで、二足歩行兵器が使えるとてつもなく広いマップラプチャーはこんな感じでした。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。